今回は Linux Mint 20.2 UMA のソフトウェアマネージャーからインストールできるどこか懐かしい70年代、80年代、90年代風のゲーム18本をご紹介します。フローズンバブル。ゲームの目的はすべてのフローズンバブルを消すことです。画面下に現れる砲台からフローズンバブルを発射して、同じ色のグループを作って、画面上のフローズンバブルを順次撃ち落とすという、至ってシンプルなゲームです。すべての泡を片付けることができれば、次のステージへと進めるが、レベルの数が上がるにつれて難易度も増していく。撃ち落としに失敗すると、画面上の泡がすべて凍りついてゲーム終了となる。パズルボブルにそっくりです。スーパータックス。スーパータックスは、スーパーマリオブラザーズに似ており、古典的な横スクロールゲームです。タックスはクエスチョンマークのついたボーナスブロックを、下からジャンプで叩くことによって、コインやパワーアップアイテムを得ることができます。タックスを大きくする卵や、トランポリン、花によるパワーアップ、無敵になる星などのアイテムは、ブロックから入手しましょう。各ワールドの終わりには、ボスもいます。難易度はちょっと高め。エクストリームタックスレーザー。Linux のマスコットタックスが主役の、ウィンタースポーツレーシングゲームです。山を下りながらコントローラーを操作します。タックスは、左、右に曲がり、ブレーキをかけ、ジャンプし、パドルし、翼を羽ばたくことができます。コースに散らばっているニシンを、集めることでポイントを獲得し、コースを早く終えるほどスコアが高くなります。スーパーマリオ64のマウンテンスライダーみたいです。フロボプヨ。フロボプヨはプヨプヨ風の落ち物パズルゲームです。シングルプレイヤーモードで AI を倒したり、2プレイヤーモードで対人戦ができます。ルールはシンプルで、4つ以上の同じ色のプヨを繋げるだけです。プヨを消すと得点に比例した量のお邪魔プヨと呼ばれる透明なプヨが相手のフィールドに降ります。お邪魔プヨ同士は4つ以上くっついても消滅しません。一番上まで埋まるとゲームオーバーです。どう見てもプヨプヨでくさ。ボンバークローン。ボンバーマンのクローンです。キャラクターを動かしながら爆弾を配置し、十字型に広がる爆風を利用して敵を倒していくアクションゲームです。爆風はアイテムファイヤーを取るたびに1マスずつ広がり、アイテムボムを獲得すると、ステージ内に同時に置ける爆弾の数を1つ増やすことができます。爆弾は設置後一定時間で爆発する。自キャラは敵や爆風に触れるとやられてしまうので、自爆に注意。注意しても自爆します。エイリアンブラスター。エイリアンブラスターは、クラシックな 2D シューティングゲームです。ひたすらエイリアンの侵入を阻止して爆破するゲームです。様々な武器、特別なアイテムを駆使して、エイリアンを攻撃しましょう。そして大きなボスを撃破してください。操作は簡単で気持ちいいので、ラスボスまで頑張ってください。シングルプレイヤーモードと2プレイヤーモードの両方をサポートしてます。シンプルなシステムが面白いです。ガーデンオブカラードライト。ガーデンオブカラードライトは、2D 縦スクロールシューティングゲームです。ゲームのコンセプトが、革新的なグラフィック、サウンドトラックと、非常に挑戦的です。簡単なゲームではないので、ある程度のスキルと忍耐力が必要になります。そしてジョイスティックを使用しないとまともにゲームをすることができません。ソースコードをダウンロードすることが可能なので、いじらないとクリアは無理かも。激ムズです。エルトリス。エルトリスは懐かしいテトリス風のゲームです。ブロックがゆっくり落ちてくるので、上キーで向きを変えて、左キーと右キーで左右方向の位置を調整しながら、下キーで高速落下、できるだけ横一列のブロックを隙間なく埋めていきます。画面の枠内にブロックが置けなくなるとゲームオーバーになります。非常に洗練されたテトリスのクローンなので、ぜひ一度どうぞ。シンプルなゲームですが、いろいろ深い要素があります。パックマン。パックマンはアーチ Linux コンポーネントとして開発されたソフトウェアパッケージ管理システムです。アーチ Linux 創設者であるジャット・ビネットにより作成されました。ない方のパックマンです。プレイヤーは方向キーを操作して、迷路の中でパックマンを操作する。すべてのドットを食べ尽くすとラウンドクリアとなる。パックマンがモンスターに捕まるとミスとなり、パックマンの残数がなくなるとゲームオーバーとなります。Google ブーブルでも遊べます。クロミウム BSU。クロミウム BSU は、2D のトップスクロールスペースシューティングゲームです。
プレイヤーは、画面の下部に敵が到達する前に撃ち落とす必要があります。なぜなら下部に到達する敵とともに、ライフを失います。ゲームの難しさのもう一つに、限られた弾薬です。勝つには弾薬を効率的に使用する必要があります。ストレス解消にどうぞ。シールドが非常に厚く、ちょっとダメージを食らっても平気です。グノームマージャン。グノームマージャンは上海です。マージャンパイが積み上げられた状態が表示され、そのパイの山の中から、同じパイを2枚選ぶと、そのパイを取り除くことができます。ただし、左右両方に隣接するパイがある場合や、上にパイが乗っている場合はそのパイを選ぶことはできません。すべてを取り除くことができればゲームクリアです。パイが残っているにもかかわらず、取り除くことのできるパイがなくなったら手詰まりでゲームオーバーになります。上海はルールが違うクローンゲームやフリーソフトが多数存在します。モンスターズ。モンスターズは 8×8 のマスにモンスターがびっしりと敷き詰められています。プレイヤーはあるマスとそれに隣り合うマスのモンスターを入れ替えることができます。ただし、入れ替えることによりモンスターが消せない場合は入れ替えることができません。モンスターが3匹以上並ぶと、その組は消えます。モンスターが消えて下が空白になった場合、そのモンスターは落下し、上からランダムにモンスターが補充されます。モンスターズはビジュエルドとズーキーパーとズーを足して5で割ったゲームです。ボボ。ボボは5目並べです。クリックしてマークします。縦横斜めのどの方向でも5つ並べれば勝ちです。5目並べには正式なルールの連珠というものが存在します。勝ち方のコツや定石、先手と後手の攻略の違いなど、必勝法もあります。あらゆる手段を使っても、コンピューターが恐ろしく強くて、なかなか勝てません。正確には1回も勝てませんでした。SDL ボール。SDL ボールはブロック崩しです。画面上を反射しながら移動するボールを画面下部に落ちないようにパドルを左右に操作して打ち返し、レンガ状に並べられたブロックを消していくゲームです。そのシンプルなゲーム性ゆえに今でも多くの方に遊ばれてます。基本的なコツはまず、できるだけ板に対して垂直方向にまっすぐボールを反射させることです。まっすぐキャッチできると、ボールの軌道が予想しやすいのでとっても楽になります。ブロックギャルが懐かしいです。G ライノ。G ライノはオセロです。G ライノが他のオセロゲームと一線を画している点は、オセロ経験者をターゲットとしていることです。強化版 AI に開発の焦点を当てています。なので半端なく強いです。オセロも当然攻略法があります。序盤は少なく石を取ること。そうしておけば終盤になると自分に有利に進められるので。あと、相手を油断させておくことがコツです。人間の初心者にはこれで勝てます。AI には一勝もできませんでした。X ジャンプ。X ジャンプは床から床へキャラクターが落ちないように、カーソルキーで左右に動かしてスペースキーでジャンプさせていくゲームです。落下せずに可能な限り高いフロアに到達するためにジャンプする必要があります。プレイヤーが最初の床にジャンプするとすぐに、ゲームが始まり、最初はゆっくりと移動しますが、徐々に速度が上がり、速度の低下を補うために一生懸命ジャンプする必要があります。中毒性のある無意味なゲームです。ベルスキー。ベルスキーは、倉庫版という古典的なパズルゲームをベースにした、オープンソースの 2D ロジックゲームです。爆発物、石、特別なゲートなどの新しいアイテムで拡張されています。さらに、最大5つの虫をプレイヤーが操作できます。約120のマップがあり、鍵を所持して、出口へ向かいましょう。倉庫版では手詰まりパターンをたくさん覚えていると何かと有利になります。囲碁や将棋みたいに定石を覚えよう。ネバーパッド。ネバーパッドは多くのホールを備えた 3D のパターゴルフゲームです。目標打数までにボールをカップに沈めることを目指します。操作方法はマウスで視点変更と引っ張りアクションでショットを行います。コースにはボールの行方を邪魔するものや、様々な仕掛けが出てきますが、頑張って1打で入れましょう。子供から大人まで幅広く遊べます。パターゴルフでゴルフを楽しみましょう。正直パーセーブも難しい。今回はここまでです。気になるゲームが見つかったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。バイバイ。